そうね、イノちゃんもネジ吹っ飛んでるもんな。いや吹っ飛んでるよ。いや俺ほどこんなに地に足のついた人間いないぞ。いやいやもうイノちゃんは飛んでるよ。いやいやここなんだよ、ビルの9階にいると思うんですよ、うん、俺全然もう一回立ってると思ってる。ですよ。死ぬほど足長いだけ。どっちだ。なんなのそれ。どういうこと。どういうこと。なんで。何の曲だ。本で。MC 回してくれよ。あ、すいませんねもう。はい。もう寝転がない。寝転がないだけ言わせて。はい。あ、相性いい。あ、めっちゃ良かったよ。マジで。で、俺とイノちゃんが最悪だった。なんで？逆だろ。逆なんだ。逆だろ。おかしいやろ。何のツッコミやねん。おかしいだろって。飛ばしてきたの。道端に落ちているイロハスのモノマネやティンカーベルのネタを披露してたけど、最近の持ちネタはって。ああ、でもこれね、ありますよ、イノさん、うん、持ちネタ。まずこの2つ知らないからね、まずこの持ちネタから見たいっちゃ見たいけど。うん、いいんだけどさ、うん、いいよ、いいけど、うん、あの本当アーカイブ残さないで。いや、この時点はアーカイブ残ります。はい、残ります。いや、別にわざわざやることもないですけど、うんうんうん、道端に、うん、これなんていうんですかね、ショートコント。いや、一発ギャグですよね。一発ギャグ。おう、一発ギャグ。道端に落ちてるイロハス。ああ。あ、でも、うん、ちょっといいですか。うん、変わったわ。変わった？変わった。変わった？もっと前は、うん、顔まで表現してたよ。道端のイロハスを。俺にも守るもんができたんだよ。年取ったからね。年取るとな、そうなんよ。俺も守るべきものが増えてくのよ。いやー、怖いよ、年を取るって。経済を。本当にね。いや、確かにな。でも今日思い出したわ、うん、やってたなって、うんうん、まあ、はい、もうこれぐらいにしとくか。あったら、なんか最近あったけど忘れちゃったけどね、もうね。最近あったんだ。いや、あった気がする。なんかね、イノさんね、うん、面白いギャグとかをメモに昔ずっと残してたのよ、ストックをめちゃめちゃ。ええー、あ、覚えてない。あ、覚えてる、ね、覚えてる、覚えてる、覚えてる。芸人さんみたいなことしてるやん。そうなの、うん、で、うん、俺ね、一個めっちゃ笑ったの。何？それ何？それ翔平覚えてないの？お、覚えてます。逆にそれで翔平やってみる。いいっす。うんうんうん。痴漢交差法って言って、あの俺の胸触るの。俺じゃない、俺じゃない、これ俺は俺じゃない。違う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 、俺じゃない。お前だったらお前の腰が。違う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 、絶対書いてあった。いや、ただただ翔平が考えたっぽいネタやな。俺はそんなの絶対お前なんだよ。マジで書いてあった。書いたのは絶対お前がやったから俺は書いたんだよ。違う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 、やばいやばい。あ、翔平のやってて面白かったなって思って、ちょっと書いて、それをまた翔平が見てて、あ、それ面白いね。いやいやいや、じゃあ、だって覚えてるんだよ、俺が。ちょ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 、めっちゃおもろいなって、うん、それだけ覚えてんの。しかもドラゴンボールネタやしな、結構翔平が考えそうな。いやいや、ちょっと、あ、俺は本当ドラゴンボール申し訳ないですけど読んだことないんで。ああ、はい。いや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 、いや、読んだことない人があんなね、面白いやつね、考えられないんだよ。絶対お前どっかでネジ、ちょ、一回記憶だよ。そのネジに記憶が入ってるから。いや、ちょ、いや、マジで俺じゃないよ。違う違う、俺もこれ誰かがそんなメモしたの。なんもおもろくないじゃん。マジで書いてあったよ。あ、本当に。いや、へえ、悔しい。文字にしたらクソ最低な言葉が流れてるな。いや、でもね、うん、あの頃はね、おもろかったですよ、もうそれ。いや、わかるわかるわかる。それだけで、そういうね、ノリがあるからね。そうそう、もう帰り道ずっと笑ってたわ。うん、そうやんな、本当にしょうもなかったな、あの頃は。というわけで、続いて、なんか思ってたクエスチョンじゃねえんだよな。はい、はい、これいつ？レーナさんからいただきました。以前何かのインタビューで井野さんが密かにしていることみたいなので、月に向かって俺こんなんで大丈夫かななどと話しかけられて答えられてましたが、今もされていますか？え、何、え、やば、こいつやばいつかちょっと、今もされてますか？してます。してる、してますね。月に向かって。そうっすね。あ、じゃあとりあえず大丈夫か、次の質問いかなくて。
あ、これ1通で、うん、はい、あの月に向かってるじゃない、うん、してますね。これやっぱ満月の日とかによくやる。あ、いや、あの特に関係ない。関係ない。見える見えないとかありますよね。あ、もちろん見える時にあの、はい、月光に照らせる。結構綺麗な日にやっぱり。すねー。そういう。これ何のインタビューとか。待って。このインタビュー。やっぱ美人くん。うん。ネジぶっ飛んでる。ぶっ飛んでるわこれは。違う、やっぱりなんか思うんですよ。うん、やっぱこういろんなこと悩みとかあるじゃないですか。あるやっぱ俺も悩むなーなんて、うん、結構悩むんで、うん、ね、なんその時になんかこうなんか月見たら、あの月は何も悩みねえなとか思いながら、うん、ああ、私宇宙単位で考えてやっぱ俺の悩んでることってしょうもねえなーと思って救われてやってます。うん、いや月が救ってくれると。ええ、本当月に限らず数々のあまたの星たち。うん、耐えよう、うん、草木、森、うん、彼らに救われてます。え、これは7ページ目に載ってる？ね、これ番外編ですそうだよ。いや、これおもろいね、もう漫画だね、漫画の世界でもそんなロマンチストやね。え、でもなんかそういう経験ない？あるでしょ、何かしらにちょっと話しかけてみるみたいなこと。いやない、一回もない。一回ぐらいなんかあるでしょ。ものでしょ、物？物？これお前ペットボトルなんだ。あれなんかなんだね、俺でしょ？ぬいぐるみとかでしょ？ってことでしょ？そっちの方がやべえだろ。いや、いや、一緒だよ、ヤバさは別に。ヤバくねえだろ。遠いか近いかだもん。人が作ったものと神が作ったものだろ、お前。あ、なるほどね。知らんが。人が作ったものかもしんないじゃないですか。都市伝説の話になってる。確かに。え、ない？ない？ない？ないっすか？いや、ないかな。ないよ。だから海一人で夜中見ながらそういうことを言うと。あ、それこそあの影山達也っていう役者いるんですけど、うん、あいつと一回沖縄二人ってことがあって、うん、本当にあの昼からすごいアクティビティいろいろやって疲れちゃった時に、うんうん、あの影ちょっと、ね、夜 寝かけてたんですよ、うん、なんか俺叩き起こして、うん、星見に行くぞっつって、うん、ブーンっつって、うん、車のボンにこうやって二人で星見てた、うん、それぐらいはあるでしょ。でも、あ、そういうのはあるかも。それと同じですよ、うん、でも話しかけはしないかな。そうね、俺こんなんで大丈夫かなって。え、じゃあそれはさ、どうするの、誰に相談するんですか。え、じゃあそれはさ、はい、そのお月様は、お月様、うん、お月様って何、お月様え、何、え、お月様お月様だろ、大体のイントネーションそうだろお月様じゃない、お月様、お月様ね、そこいいねお月様は、うん、その言われへんのかい、はい、え、やっぱ何か言ってくれるんでしょ。ん、なんか言ってくれるんでしょ。返事をくれるのあ、返事言ってくれますよ。なんて言ってくれるのよ、うん、大丈夫、お前はできる。お、結構イケボで言ってくれる。そう、男なの。あ、その時はね自分の中にいるからか。あ、そう、なるほど、ね、そうか、お前の心でお月様見ろって感じ。あ、今日もすごい天気良くなかったから今日ですよいやいや、よく昼は良かった。昼は良かった、うん、ね、うん、日中もそういうことやるの、まあ、夜なら100歩譲ってなんかその暗さとかで不安になって語りかけちゃうというのは分かるかもしれない、うん、日中めちゃめちゃ明るくて、うん、そんなんやってたら、うんうん、それこそちょっとやばいよ。お前待て待て、日中の方がまだいいだろ。夜より日中に語りかけてる方がまだいいだろ。なんでそれなんで。え、夜に語りかける方が、あ、こいつちょっと悩んでんだなと思うけど、うん、昼に語りかけたらちょっとマイルドになるじゃない。いやでもちょっとでもマイルドにしようとしてんだ。あ、そう、昼に見る桜と夜に見る桜ってちょっと違うじゃない。うん、あ、違うよ、なんか昼に見る桜ってこうなんかほら、うん、やっぱりこう青春の映画のような感じがしていいじゃない、うん、夜に見る桜ってちょっと切ない感じがするじゃない。まあそうね、別れを感じるよね、うん、そう、どちらかというと、その中で一人で歩いてる、はいはい、うん、ってなった時にやっぱり昼に語りかけた方が、うん、すごくなんかフレッシュなものをいただけたりしません？だとしたらもう自分はヤバいやつですって言ってるようなもんじゃん夜に語りかけてるのは、うんうん、は僕え、誰しもがあると思うんだけど、なんか